クリラバさんとコラボさせてもらって静岡まで来てるんですが、はい、クリラバさんといえばお手入れ道具、結構気になってる人いると思います。インスタとか見てる人多いと思うんですけど、じゃあ何を使ってるんやと、クリラバさんが使っているお手入れ用具を紹介してもらいたいと思います。お願いします。はい、水のプロの箱来ました。水のプロの箱、この中に僕全部詰め込んでるんですけど、はい、今日はねわざわざワンチャーさんのためだけに持ってきました。はい、はい、じゃあ早速お願いします。はい、行きます、はい、オープン。あー、おー、結構綺麗に整頓されてる。はい、こういう感じです。ジャンル分けの方がいいか。ジャンル分けか。汚れ落としからとか。はい、じゃあね、まずどうしようかな。今ドラゴンボール、はい、あの小田さんにもらいました。あ、なので、ワン球界でね、これもらってからすごいヘビロッツさせてもらってます。小田さん、ありがとうございます。それいいですか、やっぱ。はい、めちゃめちゃいい。やっぱいいの、重さもあるんで、ね、俺もちなみにもらいました。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。クリーナーから、ちょっと多分ジャンルで分けた方が分かりやすい。はい、クリーナーは今2つ、ドクター K のザ・クリーン、はいはいはい、と SSK のオイル、はい、使い分けてます。使い分け方としては、うん、めちゃめちゃゴリゴリに汚れてるグラブはこっち、こっちの方が洗浄力が強い。あとブロンドとかはこっちかな。で、日頃のお手入れとか、まあそんなにひどくないやつはこっち、基本はこっちですね。次は、じゃあブラシ系もありますか。ブラシ系、はい、ブラシは3種、はい、牛じゃねえ、豚、馬、ヤギ。豚、馬、右から、あ、左から。馬、豚、ヤギ、ヤギ、ヤギ。これね、田口スポーツさんで触らせてもらいました。そう、ボールタウン。あ、ボールタウンさん。ボールタウンです。へぇ、ヤギ毛。ヤギ毛でも意外と知らない人結構多いかもしれないですね。そうそうそう、最近ワッペカンからね、出たんで、うんうん、よかったらちょっと安価な感じで、うん、1個あると違うかなと思うんで買ってる人で、順番違うと思うんですけど、うん、クリラバ流でブラシの順番、順番聞いてもいいですか。まあ、汚れ落としは馬、柔らかい馬、最初の、一番最初のブラシ、土にホコリ落とすのが馬、まあ、で、オイルで鳴らすときは豚、鳴らすときは豚、オイルを伸ばしたり、はいはいはい、鳴らすときは豚で、一番最後の仕上げでヤギ。これ、順番の意味というか理由ありますか。そう、最初に豚でヤギってイメージが多分最初に強いと思う。確かに、ボールタウンさんの実際動画とか、まあ、矢野さんの動画とか見て、最初の汚れ落としの段階で豚毛使っちゃうと、やっぱり砂ぼこりがあれで傷ついちゃったりとか、あんまり良くないってことを聞いて、柔らかい方がいいってまずこっち馬使うっていう理由と、はい、オイルを伸ばすときに硬い方が摩擦が出やすいですね、熱で。でオイルを熱でこう伸ばせるっていう理由もあって、豚毛で伸ばすっていう使い方してます。はい、でヤギは、でヤギはもう最後のツヤ出しです。また後々紹介するんですけど、このクロスでツヤ出ししても最後、はいはい、一番最後、一番最後にヤギ仕上げです。結構豚毛で先やっちゃう人結構おるかもしれないですね、うん、そう、それを馬毛にね、僕は最近変えて、豚毛が一番硬い、豚毛が一番硬いで、中間が馬毛、馬毛で、一番柔らかいのがヤギ、ヤギですね。なるほど、はい、はい、オイルはたくさんあるんですけど、はい、ざっといきますか。これがクレイジーピーさんからいただいたものなんですけど、はい、水のプロのレザーケアスライム、高級なやつやね。ちょっと高いんですよ ね、 高いね。これはすごい保湿力すごいあって、はい、まあ、使いやすかったなっていう。次がスラッカー、スクワラン、スクワランオイル。そう、これもスラッカー買った時にメーカーでちょっと合わせてみようかなと思って、スラッカーで、これは最近あんま使ってないかな。水のプロのレザーコンディショナー、コンディショナー、コンディショナー、これはいわゆる使い込んだグローブとかの他、結構固め、結構固めですね、に使うらしく、はい、最近あんま使ってないっちゃ使ってないですけど。で、これがドナイエのグラブワックスですね。これも水分含んでない、ちょっとスポンジで汚いですけどね、うん、汚れ。これも固め、これやっぱ固め、ね、まあドライヤーオイル塗るときはこれ使ったり、うん、やっぱメーカーによってのオイルの方がいい。別に特にそれはまあでもメーカー合わせた方がやっぱ合うんじゃないかなっていうのは、やっぱその革の思います。ってことね。はい、うーん、Pセレクトの M あるじゃん、はいはいはい、オイル、これ結構使ってるでしょ。これ結構そうで、僕は湯もみの跡とかこれ使ったり、湯もみして乾燥した後、湯もみして乾燥して、まあ、捕獲というか保湿ですね、はいはいはい、使ったりしました。これが結構みんな使った大好き、うんうん、畠山グラブワックス、これ結構使ってるね、みんな。これみんな使ってますよね、僕新品です。ほんまや一回も使ってない。へえ。僕これあんまりね、使わないんですよね、正直。僕もくせえな、砂ぼこりが余計ついちゃうから、ね、あんま好きじゃない。足使わないんですよね。足疲れてるやん。疲れた。しゃがんでもらっていいですか。これがさっき言ったドクター K の保湿クリーム。はい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 、はいはいはい、これ保湿クリーム、まあ、すごい伸びもいいし、保湿
体力ってすごいあれなと思ったんで、これ割と使ってる、はい、結構減ってんもんね。そう、結構割と使ってる。潰してすぐやけど、そう、これめっちゃいいっす。これ、はい、ぜひおすすめ、おすすめ、クリラバさんおすすめです。純系グリス、はい、これは、まあ、例えばユーポンのあそこの水のプロみたいな、うんうん、結構使い込んだやつに塗ると結構復活してくれるかなっていう感じ。なんか皮が強くなるっていう名目というか、うんうん、そう、すごいしっとり感も出るし、ね、結構それが持続するっていうのが特徴かな。うん、確かに確かに、それ俺使ってます。はい、純系グリス、はい、これおすすめ。本当に平浦用って入れるとこ、うんうん、平浦用のコンディショナーで石鹸の香りがする。匂いが気になる方はこれ塗ると。そう、でもこれ塗るだけでひび割れ本当に防げると思うんで。結構ひび割れてる人多いもんな。そうそうそう、平浦とかヘリとか。そうなんですよ、片足失礼しますね。そう、こういう、そう、はい、ワッペの、和牛、牛脂か、牛脂配合、牛脂配合、牛脂配合、これも結構伸びよくて、こういう、おー、結構ツヤツヤなんだ。そう、これちょっと柔らかめかなっていう感じのグラブオイルですね、はい、めっちゃおすすめ。これグラモイ、あ、グラモイね、グラモイ、ハイゴールドの、はいはいはい、これはちょっといただき物でね、使ってるんですけど、うん、これめちゃめちゃいいっす。そう、これびっくりした。もうあんまほぼないんですけど、使ってる使ってる。これめちゃめちゃいいっす。あのね、グローブに悪い成分が全然入ってなくて、皮にも優しくて、はい、保湿できて、もうすごいいいとこしかないな。なんか結構もちもちなるイメージ。もちもちなる、めっちゃいいっす。これめっちゃおすすめ。へぇー、ワンチャンネル視聴者に伝えて、グラモイおすすめです。おすすめです。クリラバさんが言うには間違いない。グラモイおすすめ、本当に。何をおやつ食べてるの。おやつ食べるな。オイル最後かな。これウィルソンのキープコンディショニングオイル、はい、これも最近あんま使ってないかな。奥まで浸透しないんですね。表面の保護っていう感じで、あんまり重くなりにくいらしく、今の状態を維持したい、でもオイル塗りすぎると重くなっちゃうっていうのを解決する。嫌な人はって感じ。解決する。はぁ、いろんな用途があるんですね。そう、だからオイル一概にね、いろんなやつがあるけど、やっぱ用途別でいろいろ分けてあげた方がいいかな。ポルタルのアウトサイドワックス、これはツヤ出しですね、いわゆる。これも結構使ってるんで、多分やっぱボールタウンさんは最強ですか。ボールタウンさん、そう、これ使うだけでどんなグローブでもツヤツヤになるっていう。魔法のオイル、オイル出してるメーカーさん結構あるから、多分迷う人結構おると思うんですけど。そうですね、値段もなんかちょっと違うし、うピンキリなんで。こっからは、まあ、僕が一番大事にしてる工程、磨きというか艶出しなんですけど、艶出しはこの3つ、グラブムートンと、うん、ポールタウンでいうシャイングローブかな、はいはいはい、っていう艶出しクロス、これを使うだけで全然違う。まあ、なんでこれで艶出るかっていうと、摩擦でグローブをこう擦るんですけど、うんうんうん、それによって摩擦熱で、それも一番最後、これはそう、捕獲してちょっと置いといて、一番最後バーって一番最後で、最後焼きやって、あ、最後に焼きね。最後に焼き。なるほど。結構でも工程的に言うと、お手入れって簡単って思いがちな人おるし、お手入れは簡単にしてる人多いと思うけど、ちゃんとやったら結構工程は細かいと。汚れを落とさずにオイルを塗ると、いわゆるこれが汚れ出しますよ、うん、そうするとその上でオイルをかぶせてしまって、はいはい、グラブって毛穴があるんですよ、溜まって、うん、その上からこうかぶせてしまうと汚れも取りづらくなるし、グローブが呼吸できなくなっちゃう、はいはいはい、っていう状態で、まあ、重くもなるし状態が悪くなっちゃうしっていう悪循環。汚れのお手入れ的にはもう帰ってきたら最悪ブラッシングだけで OK、はいはいはい、最悪ね。全ひも効果お願いした時にお手入れしてもらったんですけど、ご厚意で、むっちゃくちゃ綺麗やった。自分でやるより全然やっぱ違う。あで一回試して送ってほしいですね。ほんまに違うんで、でも気分も上がるし、グローブが綺麗で帰ってくると、うん、そう言ってもらえればありがたいな。はい、なんで気になる方はぜひクリラバさんへ連絡してみてください、はい、はい、では今回はお手入れ用品全部紹介のコーナーでした。はい、ありがとうございます。はい、今回の動画は以上です。お気に入り、ありがとうございました。さあ、やきゅうワンチャンネル、ね、